台風14号ですけれども、明日からあさってにかけて先島諸島の南の海上を通過する見込みです。台風の勢力この後もさらに強まる見込みです。ではまず現在の雲の様子をご覧ください。現在のひまわりの雲画像を見てみますと、台風14号の大きな雲の渦巻きが見られます。中心の目もだんだんとはっきりしてきておりまして、この台風発達中ということになります。現在の位置とこの後の予想進路です。この後北西方向のち西寄りに進路を変える見込みです。台風14号の強風域、風速15メートル以上の強風域に先島諸島が入るようになってきました。大型台風ということがありまして、この強風域が大変広いというのが一つ特徴になります。で、明日の夜の予報円がこちらですね。先島諸島の南の海上です。そしてあさって夜の予報円がこちら、台湾のすぐ東の海上に達する見込みでして、明日からあさってにかけて最も近づくというふうに見られます。この台風の影響として、まず最も大きいのが波になります。こちらが明日12時の波の予想でして、3メートル以上の高波の領域は台風から離れた奄美地方にまで到達する予想です。そして明日の夜になりますと、今度は先島諸島はもう6メートル以上の大しけに、そして4日にかけて先島諸島を中心に海は大荒れの状況が継続をしていきます。奄美地方から南のエリアではしばらくは海のレジャーは控えるようにしてください。そして風です。風に関してはこちらがあさって4日の午前9時の風の分布の予想になります。台風の暴風域に入る可能性というのは小さいんですけれども、台風の強風域すでに入っております。この後明日あさってとその強風域に入るような形となりまして、先島諸島では最大瞬間風速が25メートルを超えてくるような突風強風が想定されます。こちら飛びやすいものは建物の中に片付けるなどの風の対策は続けるようにしてください。そして雨です。雨に関してはですね、これは明日の朝の図になるんですけども、明日の段階で台風本体の雲がかかることはない見込みです。ただですね、こちら台風から離れた奄美地方には秋雨前線の活発な雲がかかりまして、明日の日中帯は激しい雨となる恐れがあります。また台風外側の雲がかかります先島諸島についても、断続的な強い降りになる可能性があります。で、沖縄本島地方については明日の午後にかけて雨雲の隙間に入るようなタイミングとなりまして、降り続く雨になる可能性は小さいですけれども、やはり降りますとざっと強く降るといったことがあります。この台風14号に関してはとにかく波に関しては警戒が広く必要となりますし、雨や風の強まりは先島諸島を中心に一部奄美地方でも要注意となりそうです。最新の台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。